こんにちは、鶴川高校の三木ひろ子です。今日はとてもいいお天気なのでひろ散歩の3を撮っています。実は働く女性の中央集会っていうの見学文化会の担当で樋口一葉の文学散歩っていうのをやっています。で、その動画を皆さんにご紹介したいと思います。ぜひお楽しみにしてください。本郷三丁目から一葉が幼い頃暮らした家の隣にあった宝心寺に向かいます。樋口一葉をご存知ですか？日本で最初の女性の職業作家というふうに言われています。当時の女性の生きづらさを作品に残しました。主な作品には竹倉で濁り絵があります。宝心寺では和田先生のお話の後、濁り絵を朗読します。去年まで、この、東京区にあります、私立の駒込学園というですね、天台宗の、学校なんですけれども、そこで教員を、国語の教員をやってまして、去年退職いたしました。その一応、木を始められたのが、井川さん、先代の住職日本で、最初そのいわゆる文学でというか小説でね、身を立てようと、そこで収入を得てねという意味でも作家は、樋口一葉が最初というふうに言われています。そこ次にご案内しますのが伊勢屋七店で、七屋さんですけれども女越しとして、日曜は引用されるんですけど、女であるということに明治のこの時代に女であってね生きていくことにすごくこだわりを持った、作家なんですね。ということで、このコロナ危機の下でですね、ますます女性が生きづらくなっているというのは今の現実だと思うんですけれども、今ジェンダー平等社会というものが、の実現が争点になっていますけれども、そういう中で一葉の生き様と文学に触れるということは、非常に意義があるのではないかという、私一葉樋口夏子は明治5年に東京府官舎で生まれましたが、それからいろいろ移り住んで、ここ宝心寺の隣桜木の宿には4歳から9歳までの間暮らしました。仕方がない、やっぱり私も歩き橋を渡らせばなるまい。トトさんも踏み返して落ちておしまいなされ、おじいさんも同じことであったという。どうで幾代もの恨みを背負って出た私なれば、するだけのことはしなければ死んでも死なれるのであろう。情けないとでも誰も哀れと思ってくれる人はあるまじか。悲しいといえば商売柄を嫌うかと一口に言われてしまう。へえ、どうだよとも勝手になれ、勝手になれ。私には以上考えたとて、私の身の行き方は分からんなれば、分からんなりに菊の井の織り機を通して行こう。人情知らず、義理知らずか、そんなことも思うまい。思ったとてどうなるものぞ。こんな身で、こんな仰天で、こんな粛清で、どうしたからとて人並みではないに相違なければ、人並みのことを考えて苦労するだけ間違いであろう。はあ、陰気らしい。なんだとにこんなところに立っているのか、何しにこんなところへ出てきたのか、馬鹿らしい、気違いじみた、わが身ながらわからぬ。ちょうど今ですね、見学を講師しているコースで伊勢屋さんの前にいます。元駒込学園 の先生だった和田俊夫先生です。今日のガイドをいただきたいと思います。私の朗読のいろいろアドバイスをしていただきましてありがとうございました。貧しかった一葉は暮らしに困ると伊勢屋支店に着物を預け、なんとかしのいだのでした。住んでいたところだそうなんです。でも今他の方が住んでいるのでちょっと動画は撮れないんですけども、この上がっていったところです。
ということで今日はですね、樋口一葉のゆかりの地を回ったという文学散歩に4日間やってきました。こんにゃく今ここで終わりになります。楽しんでいただけましたでしょうか。